質疑を続けます。49番福永博司議員。提案された議案に対して会派を代表して、一問一答で議案質を行います。なお順番を変更をして質疑いたします。最初に議案第65号新型コロナウイルス感染症対策支援事業であります。保健所のですね、体制強化を我が会これまで求めてきたところでありまして、民間委託することよりもですね、保健所機能を強化すべきではないのか、答弁願います。保健福祉局長。今般の感染拡大に対応するため、町内からの保健師をはじめとする職員の動員や事業者による看護師等の派遣、自宅療養者の健康観察業務、発生届の入力業務などアウトソーシングの活用により体制強化を図ってまいりました。今後も想定される新興・最高感染症等に即応できる体制構築のため、専門職を強化することとしており、有事に対応できる体制を整えてまいります。福永博司議員。市内の医療機関、770ありますけれども、PCR 検査協力機関をもっと増やすべきではないのか、合わせて PCR 検査、抗原、検査キットを充実することについてお尋ねいたします。保健福祉局長。令和2年4月から医療機関と PCR 検査等の実施に関する個別契約を開始し、同年11月には市医師会等集合契約を締結し、検査体制の充実を図ってまいりました。個別契約開始当初の協力医療機関の数は13施設でしたが、市医師会と集合契約を締結した令和2年11月の時点では180施設、本年5月末現在では279施設となっております。市内の内科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科を標榜する病院、診療所の約6割で検査可能となっておりますが、今後も市医師会等と連携を強化してまいります。なお感染リスクの低い方への検査を拡充することについては、その費用対効果を含め慎重に判断する必要があると考えております。福永博司議員。続いてですね、救急で受け入れている医療機関の受診控えになるということで非公表ということですけれども、この点についてですね、せめても公共的な施設を明らかにすべきないのか、お尋ねいたします。保健福祉局長。通常、市民の皆様が直接救急受け入れ医療機関に電話相談や受診をされることはないため、千葉県においては公表されておりません。市民の皆様が発熱等の症状を感じられた際には、千葉県のホームページで公表している発熱外来指定医療機関に電話で連絡を取って受診していただき、緊急の場合については救急車を要請するようお願いしております。福永博司議員。続いてですね、入院、医療費公費負担事業についてお尋ねいたします。保健所がかかったものすべてはですね、公費負担することは理解するところですけれども、公衆衛生上はすべての市民に公費で負担すべきではないのか、お尋ねいたします。保健福祉局長。感染症法により新型コロナウイルス感染症を診断した医師は直ちに保健所に届け出るよう規定されており、感染拡大防止の観点から患者の医療費の自己負担分は公費負担の対象となっております。なお保健所では届け出のあったすべての患者について公衆衛生上必要なことから健康観察等を行っております。今後も千葉県や医療機関と連携して市民の皆様が適切な医療を受けられるよう取り組んでまいります。
永博司議員。続いてですね、宿泊施設の借り上げについてお尋ねいたします。現在の利用状況と実態と経費及び、行政の負担についてお尋ねいたします。保健福祉局長。宿泊療養施設は軽症患者、無症状病原体保有者の療養施設として現在2棟体制で運営しており、直近の稼働状況は本年4月から今月5日までで延べ453人の受け入れを行っております。また宿泊療養事業全体にかかる今年度当初予算は11億8478万円で、全額千葉県からの補助金により運営しております。福永博司議員。宿泊療養事業、終了後のですね、施設への支援についてはどうなっているのかお尋ねいたします。保健福祉局長。もともと宿泊療養施設側との契約において新型コロナウイルス陽性患者受け入れ施設であったことによるリスクの保障についての条項は設けられておらず、宿泊療養事業終了後の施設への特段の支援については考えておりません。福永博司議員。続いてですね、文化施設デジタル推進事業についてお尋ねいたします。著作権の問題はクリアできているのかについてお尋ねいたします。市民局長。千葉市美術館の所蔵作品約8000点のうち、著作権の存続期間が経過している作品から画像化を進め、作品解説をつけたデータベース化を行い、市美術館ホームページにおいて公開してまいりたいと考えております。著作権の存続期間が残る作品の画像化につきましては、著作権法に照らし著作権者の確認を取りながら画像化を進めてまいります。福永博司議員。さらなる魅力ある美術館をするための手法についてお尋ねいたします。市民局長。歴代企画展の中で第1位の入館者数を記録した田中一村など、過去の企画展の観覧実績等を踏まえ、千葉市美術館の所蔵作品の中でも特に著名な作家につきましては、引き続き積極的に作品の寄贈や寄託の働きかけを行うことで作品の充実を図り、企画展や常設展を開設することにより、今後も千葉市美術館の魅力の発信と向上を図ってまいります。福永博司議員。続いてですね、千葉公園体育館整備についてお尋ねいたします。56億9100万円についてですね、9100万円は増える責任は千葉市にあるのかについてお尋ねいたします。市民局長。費用の増額につきましては、人件費や資材の高騰といった社会経済情勢によるもののほか、外交工事を行いながら体育館を共用することに伴う利用者の方の安全確保に要する費用や工事管理に要する費用などであり、事業に必要なものと考えております。福永博司議員。オープンはですね、これまで通りとのことでありますが、そのことによって運用面でですね、問題を起こらないかについてお尋ねいたします。市民局長。これまでの千葉公園体育館および武道館を含め多くのスポーツ施設等を一括管理する指定管理者による管理運営を予定しており、そのノウハウを十分生かした円滑な運用に向け準備を進めてまいります。福永博司議員。続いてですね、姉妹友好都市交流事業についてお尋ねいたします。今の時代ですね、姉妹の表現はいかのものかについて、お尋ねをいたします。総務局長。姉妹という表現についてでございますが、これまでそれぞれの都市と積み上げてきた交流の中で、お互いの市民の中に根付いているものでありまして、現時点では名称を変更することは難しいものと考えております。福永博司議員。スイスのモントル市ですかね、初めての取り組みでありますけれども、千葉市の意気込みと、それから成功させるための手立てについてお尋ねいたします。総務局長。今回のクリスマスマーケットの開催がモントルー市と本市の新たな架け橋となるとともに、市民の皆様の国際理解の推進につながるように取り組んでまいりたいと考えております。そのために在日スイス大使館や
同時期に海浜幕張駅周辺で開催されている幕張イルミの主催者である幕張新都心イルミネーション実行委員会といった関係機関団体との連携を図りながら本イベントの成功に向けて取り組んでまいります。福永博史議員。続いてですね、新型コロナウイルス感染症対応庁創設臨時交付金についてお尋ねいたします。活用団についてどのように考えているのかお尋ねいたします。財政局長。本市におきましても原油価格や物価高騰により市民の皆様や事業者の方々の負担が増していると認識しております。このため同交付金を活用した公共料金の減額や中小企業者へのさらなる支援の拡充など負担軽減に向けた施策を現在検討しているところであり、できるだけ速やかに事業化を図ってまいります。福永博史議員。市民や批判を受けないようなですね、効果ある取り組みについて、お尋ねいたします。財政局長。本市ではこれまでも交付金の活用にあたりましてはその趣旨を踏まえつつ必要に応じて国に確認をしながら慎重を期してきたところであり、引き続き交付金の適正な活用に努め必要な施策に取り組んでまいります。福永博史議員。他市の事業ですね、参考になるものについてこれを生かすについてはどう考えているのかお尋ねいたします。財政局長。必要に応じて国から示された活用事例や他団体の取り組みを参考に本市の実情に応じた施策を検討実施してまいりましたが、引き続きこれらの情報収集には努めながら有効に活用できるよう取り組んでまいります。福永博史議員。給食のですね、食材などですね、で、値段が高騰する中で対応すべきではないのかお尋ねいたします。財政局長。本市におきましても食材料費の高騰による影響も含め市民の皆様や事業者の方々の負担が増加していると認識しており、同交付金を活用した各種負担軽減策につきまして現在検討しているところでございます。福永博史議員。不透明なことが多いんではないかと思うんですが、コロナ問題始まってすでに2年が経過をしておりまして、もっと具体的な対応があってしかるべきではないのかお尋ねいたします。財政局長。本市といたしましては新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて国や県の対策を踏まえ交付金を活用した本市独自の対策を展開してまいりましたが、一方で今回の物価高騰対応分につきましてはコロナ禍においてさらなる影響が生じたものとして本年4月に別途措置されたものであり、現在施策の実施に向けて早急に検討を進めているところでございます。福永博史議員。提案するですね、権限は市長にしかありません。で決定するのは議会でありまして、その責任は極めて重いと考えます。で対応について速やかに内容を公表してですね、議会でもっと議論すべきじゃないのかお尋ねいたします。財政局長。物価高騰により市民生活や事業活動においても深刻な影響を受けておられる方がおいでになる中、支援のための各種施策を一刻も早く実現するため本定例会での追加提案も含め議会での丁寧な説明を行った上でできるだけ速やかな予算措置に努めてまいります。福永博史議員。ギャン66号ですね、補正予算宮崎2丁目、宮古町3丁目、薄い貯留層の工事ですね、重金属流が環境中を上回ったことについて、必須、フッ素ですね、粘りによる周辺の環境被害はないのか、お尋ねいたします。建設局長。ヒ素、フッ素については、地下水への溶出の恐れがありますが、土壌汚染対策法に基づき、国から指定を受けた調査機関により地下水の水質分析を行ったところ基準値内となっております。また鉛については試算による影響が懸念されますが、今回の工事では汚染土をすべて掘削搬出処理することからいずれの場合も周辺の影響はないものと考えております。福永博史議員。汚染土とですね、一般土ではですね、処理金額がなぜ10倍も違うのかお答えいただきたいと思います。建設局長。一般土は埋め立てや盛り土の材料として安価に処分することが可能ですが、汚染土は
浄化処理など土壌汚染対策法に基づく適切な処理工程が必要となることから処理金額が高額となります。福永博司議員。問題はですね、原因は何かということでありまして、国からの負担はないのかについてもお尋ねをいたします。建設局長。原因については地歴調査から工場などの土地利用がないこと、過去に海辺や川辺であったことから自然由来によるものと考えております。また自然由来の汚染土処分については国の交付金事業の対象となることから、今後国の補正予算の動向を注視してまいります。福永博司議員。続いて議案第68号ですね、千葉市霊園設置者管理条例の一部改正についてお尋ねいたします。桜の家にですね、指定管理制度を導入する必要性について改めてお尋ねをするものであります。保健福祉局長。桜木霊園は昭和14年の開園以来80年以上が経過し、施設の老朽化への対応のほか、近年の少子高齢化や核家族化をはじめとする社会環境の変化に伴う承継者不明の区画の増加や墓地に対する価値観やニーズの多様化などへの対応も求められております。このような状況の中、指定管理者制度を導入することで適時の施設改修や墓地使用者の承継の問題など複雑化するご相談に適切に対応することが可能となると考えております。一方、本市は施設の大規模修繕、墓地使用料等の徴収業務、市営霊園全体にかかる墓地供給計画の策定などの基幹業務を引き続き担っていくなど、適切な役割分担のもと、墓地を取り巻く社会環境の変化に柔軟に対応していくことで、利用者サービスの一層の向上が期待できることや、平和公園における指定管理の導入実績なども踏まえ、今回の議案提出に至ったところです。福永博司議員。続いてですね、議案第69号、千葉市都市公園条例の一部改正について、千葉公園、総合体育館の新設についてであります。インクルーシブ、SDGs のですね、総合体育館になっているのか、ここは基本ではないのかお尋ねをいたします。市民局長。この度整備いたします、仮称千葉公園体育館におきましては、人と地球環境に優しい施設を整備方針の一つとしており、バリアフリー新法やユニバーサルデザインに対応した施設として、多目的トイレや多目的シャワー室、更衣室、磁気ループ、および誰でも分かりやすい色彩やピクトグラムの案内表示などを整備しております。福永博司議員。市内のですね、関係スポーツ団体とのですね、合意は形成されているのか、運営の合意を取れているのかについてもお尋ねいたします。市民局長。各利用団体に対して令和元年度にヒアリングを実施し、2年度に施設概要や建設スケジュールをお示しておりますが、この後にも改めてスケジュールや運用面について説明の場を設け、丁寧に対応してまいります。福永博司議員。廃止をされる千葉公園体育館の跡地利用についてどうするのかについてお尋ねいたします。市民局長。令和元年8月に策定いたしました千葉公園再整備マスタープランに基づき、千葉公園の安らぎゾーンの一部として再整備するほか、体育館脇駐車場敷地につきましては弁天保育所の移転用地として活用する予定でございます。福永博司議員。管理運営とその手法についてお尋ねいたします。市民局長。仮称千葉公園体育館の管理運営につきましては、現千葉公園体育館と同様、公募による民間事業者の指定管理を予定しておりますが、スポーツ施設等を一括管理する現指定管理者の指定機関であります令和7年度までは現指定管理者を非公募で指定する予定でございます。現指定管理者はこれまでも本市の複数のスポーツ施設の管理運営を担い、民間のノウハウを十分活用しながら市民サービスの向上と管理経費の縮減に努めており、今後仮称千葉公園体育館の整備指定管理者の選定手続きにおける提案内容において円滑な管理運営となるよう確認してまいります。福永博司議員。続いて議案第70号ですね、千葉市
夜間中学校の設置料についてお尋ねいたします。素晴らしい事業でありましてですね、効果期待をされているところですが、歴史的な経過を踏まえてですね、視力事業を展開する取り組みについてお尋ねいたします。教育次長。夜間中学は戦後の混乱期の中で就労または家事手伝いなどで昼間の中学に通うことができなかった生徒のため、昭和20年代から設置されてきた歴史的経緯や社会的変遷を踏まえ、本市ではさまざまな事情により十分な教育を受けられなかった方の教育の機会を実質的に保障するため夜間中学を設置するものであり、学び直しを望む方に幅広く教育の機会を確保できるよう取り組んでまいります。福永博史議員。続いてですね、保健室修学旅行の取り組み、給食の実施についてお尋ねいたします。教育次長。保健室につきましては生徒の健康管理や、健康相談への対応などのため分校内に設置する予定であり、生徒一人一人に寄り添った相談対応ができるよう保健室兼カウンセリング室とすることを考えております。また修学旅行につきましては夜間中学には国籍や年齢などが異なる多様な生徒が入学することが想定されることから、開校当初は日帰りでの実施を検討しております。給食につきましては夜間中学には調理施設がないことや学校給食センターからの配食の時間帯が異なることなどから開校時は実施しないこととしておりますが、開校後にニーズ調査を行う予定でございます。福永博史議員。一番大事なことはですね、学ぶということの重要性についてあります。このについての考えをお尋ねいたします。教育次長。令和の日本型学校教育におきましては、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学び、共同的な学びの実現が求められており、本市では児童生徒が分かった、できたと実感できる授業を創造する新しいスタイルの学校教育を目指しております。夜間中学のコンセプトである学び直しにおいて、さまざまな事情で十分に学ぶ機会を得られなかった方が学ぶことの喜びを感じ、学びを自己の成長へつなげる機会となるよう取り組んでまいります。福永博史議員。特殊決め、手当の根拠についてお尋ねいたします。教育次長。特殊勤務手当は困難な勤務や著しく特殊な勤務などその勤務の特殊性に応じて支給することとしております。夜間中学ではさまざまな事情を抱える生徒一人一人に応じた授業内容等の設定が必要であることや、夜間勤務に対する心身への負荷があることなどを考慮し、同様の手当を支給している県の制度を参考に手当を新設することとしたものでございます。福永博史議員。教職員の配置についてはどうなっているのかお尋ねいたします。教育次長。教職員につきましては公立義務教育諸学校の学級編成および教職員定数の標準に関する法律に基づき学級数等に応じて配置をいたします。開設学校規模を1学年1学級計3学級とした場合、分校主任1人教諭8人の計9人を想定しております。また多様な生徒へきめ細やかな対応ができるよう国に過配定数の拡充を要望しております。福永博史議員。続いてですね、議案第71号、72号、73号、74号、財産の取得についてお尋ねいたします。ハイキャビネット、ローキャビネットについて、今後についてですね、スペースはどうなのか、することはないのかについてもお尋ねいたします。財政局長。キャビネットは主に文書を収納するものでございますが、すでに文書管理適正化やモニター等を活用したペーパーレス会議の実践など紙文書の削減に向けて取り組んでいるところでございます。また今後も職員向けセミナーを開催するなど新庁舎への移転後も紙を増やさない取り組みを進めてまいります。福永博史議員。入札はですね、事態が多くて不自然ではないのかについてお尋ねいたします。財政局長。入札自体につきましてはそれぞれの事業者が判断をした結果であると考えております。福永博史議員。一層ですね、付けについてですね、インクルーシブの視点で
答えているのについてですね、お尋ねをいたします。会計管理者。新庁舎用に新規に調達する事務用回転椅子につきましては、千葉市新庁舎重機整備方針に基づき、職員の健康面や安全面を考慮し、座面上下調整や背もたれが倒れるロッキング機能など、従来の椅子に有していた機能に加え、長時間の執務姿勢の負担軽減となる肩まで覆う背もたれや、腰痛防止のランバーサポートのほか、体格の差を調整して正しい着座姿勢が取れる座面前後調整などの機能を有し、職員一人一人の健康面等に配慮した仕様となっております。福永博史議員。続いて、第75号工事、契約ですね、総合競技場競技用照明設備改修工事についてあります。今回改修する最大に何か、なぜ入札は2社しかないのか、お尋ねいたします。都市局長。現在の照明器具は平成17年の供用開始から16年以上が経過し、全点灯までに数時間を要するなど機器の老朽化が進んでいることから、環境にも配慮した消費電力が少ない LED 照明器具へ改修を行うものです。なお入札が2社であったことについては、事業者が広告された内容などから施工条件や技術者数などさまざまな要因を勘案した上で入札参加について判断した結果であると考えております。福永博史議員。J リーグの要望についてですね、誠実に答えなければならないという問題が起きるのではないかと思いますが、これについてお尋ねをください。都市局長。 J リーグではクラブチームが公式試合開催に利用するホームスタジアムに関する施設基準の一つとして、照明に関する基準が定められております。J1 や J2 の場合、ピッチ内の照度は1500ルクス以上の明るさを保持することなどが条件とされており、基準を満たさなくなった場合には福田電子アリーナにおいて公式試合を開催できなくなる恐れがあります。今後は照度基準の引き上げが見込まれることから、今回の改修では2000ルクスの照度を確保することとしており、ホームスタジアムの施設管理者としてこうした要求に応えてまいりたいと考えております。福永博史議員。議案第76号工事計画についてありますが、5社が入札に参加して1社が辞退、2社が失格となっているけれども、この入札は極めて不自然ではないのか、お尋ねいたします。財政局長。1社が辞退した理由につきましては、事業者が入札の参加について判断した結果であると考えております。2社が失格となったことにつきましては、いずれも最低制限価格を下回ったことによるものであり、特段不自然なものとは考えておりません。福永博史議員。宮古川周辺ですね、浸水を訴える案件がありますけれども、これに対する対応についてお尋ねいたします。建設局長。四川宮古川につきましては、流域の浸水被害の軽減を図るため河川改修を進め、治水安全度の向上に努めてまいります。なお宮古川に関する浸水被害につきましては、河川管理者である千葉県に被害の軽減を要望してまいります。福永博史議員。今後ですね、また常任会等で詰めていきたいと思って、以上で質疑を終わります。福永博史議員の質疑を終わります。